Sudah lama saya menunggu kedatangan Tuhan. Di Jawa ini ada legenda bahwa dari timur akan datang. Anda tahu mati tak? So itu orang. Akan mengalahkan orang-orang kulit. Kuno Jawa ni wah. 東の方から黄色い人がやってきて、白人に虐げられた人々を長年の苦しみから解放してくれる、そういう伝説があります。島崎忠義殿、あなたがその人だと申しております。山田通訳、行ってくれ。はっ。諸君と我々は同じアジャ民族だ。この度の戦争は4世紀にわたって欧米諸国の圧政のもとにある植民地から君たちを解放することが目的である。諸君と我々日本人は兄弟だ。このラインよりオランダ兵を追放し、必ず君たちに自由を与えることを約束する。上陸作戦は大成功。我が軍の損害は軽微。敵はオランダ軍司令部のあるバンドン要塞に退却中だが、昨日数十両の戦車を持って突如逆襲してきた。これに対して少尉大佐率いる混成部隊が応戦、航空隊の協力を得て大損害を与え遁走せしめた。少尉主体はこれを追撃してバンドン要塞に迫り、現在突入準備中との報告である。いよいよ決戦になりますね。だがバンドンはジャワを統括するオランダ軍の心臓部であり、守りは固い。この守りに加え兵力はオランダ、英米、オーストラリアの連合軍5万、これに対し我が軍の兵力は2万5千。決戦となれば我が方も多大の犠牲を覚悟せねばならん。どうだ、この際バンドンに潜入して敵軍司令官に降伏勧告をしてみてくれんか。は。敵軍は敗走に次ぐ敗走で戦意を喪失しておる。そこにつけ込めばうまくいくやもしれん。貴様ならやれる。やってみましょう。そうか。成功すれば多くの兵士たちを死なせずに済む。島崎武雄、バンドン要塞に単身潜入、身命を賭して任務を遂行してまいります。よし。生きて帰れるとは限らんぞ。俺は覚悟しております。敵陣に乗り込むんですから。怖くはないのか。そりゃ怖いですよ。バッテンジャワの救世主が一緒ですけん、こげん名誉なコツは中です。それにバンドンは私の庭のようなもんですけん、きっとお役に立ちます。日本からこっちへ来て25年、私にとってジャワは第二のふるさとです。インドネシアの人は心優しく喜んで迎えてくれました。私は雑貨商をやっていましたが、他にもいろんな職業の日本人がいて、トコジャパンと呼ばれて現地人と仲良く暮らしておりました。バッテン、オランダ人はひどかもんですよ。生活には天と地ほどの差があり、現地人は
オランダ人に話しかけること、近づくことさえ許されず、まるで犬猫のような扱いでした。ブランディ、ブランディ、アダ、トゥンタラジュパン。What are you doing here this late? We have supplies for the British military headquarters. Did you see any Japanese soldiers on the way? No, no we didn't. Okay.大日本帝国陸軍中尉島崎武雄である。軍司令官に面会だ。